美味しく食べてマイナス10キロ痩せるおにぎりお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立ていただきますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録してお役立てくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜこのおにぎりを食べると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。はい、ポイントは4つあるんですね。1つ目です。腸内環境が整う食材を使っているからなんです。ここすっごくポイントですよね。やはり痩せるためには大前提として腸内環境が良いというのがね、これ必須なんですよね。悪い方はどんなことをしても結局リバウンドしてしまうので、とにかく痩せたいっていうことであれば腸内環境を整える、イコール痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをいかに種類を増やして育てていつまでも腸内に住みついてもらえるかっていうのがポイントになってくるわけですよね。そして2つ目、脂肪燃焼効果があります。ここも大事ですよね。溜め込んできた脂肪をどんどん燃やす必要があるわけです。そして3つ目です。食物繊維が非常に豊富です。これもとっても大事なんですね。なぜかというと、ここにも直結してくるんですけれども、痩せ菌たち善玉菌たちが大好きな餌がこの食物繊維になるんですよね。これを与えてあげないと育ってくれないわけです。ですからちゃんと餌を与えるためにもこの食物繊維をしっかりとること。そして4つ目、低カロリー。これも大事ですよね。もういくらいいものでもやっぱりですね、カロリーオーバーしてしまっては元も子もないわけです。食べたカロリーよりもやはり消費しないとダメなわけですよね。なのでいかにこのカロリーを抑えることができるかっていうのもね、ポイントになってきます。では2つ目の項目です。何を使ってこの痩せるおにぎりが作ることができるんでしょうかということで、それぞれが持つ材料の痩せるダイエット効果をお伝えしていきたいと思います。でメインはですね、今回オーツ麦、要するにオートミールを使った美味しいおにぎりになるんですね。でこのオートミールは腸内環境を整えて食物繊維も豊富、そして血糖値の急上昇も抑えてくれます。またタンパク質やビタミンミネラルが豊富ということで、そして白米よりもやっぱり低カロリーになるんですよね。白米はやはりお米の中でも一番太るものになります。白米よりも玄米ですよということをね、私常々お伝えしてると思うんですけれども、やはりですね、白米よりも玄米だったりこのオーツ麦を使ったオートミールのおにぎりというのがダイエットにはおすすめです。はい、そして材料の2つ目は大豆製品ということで、今回はなんとお豆腐も混ぜちゃいます。でこのお豆腐を取ることでもうとにかくダイエット効果もアップするんですよね。なぜかというと、先ほどのオーツ麦ともかぶる効果ありますけれども、腸内環境が整ってまずイソフラボンが取れます。これはやはり私たち女性にとってはすごく嬉しい女性ホルモンのエストロゲンと似た成分ですよね。似たその働きをしてくれると言われておりますから、そこでしっかりと脂肪燃焼効果だったり悪玉コレステロールを抑えてもらったり代謝を上げてくれたりっていう、そういうねホルモンと似た働きをするイソフラボン、これ取っちゃいましょうということです。これはね取らないわけにはいかないですよね。これ絶対ね取った方がいいと思います。そして食物繊維が豊富、高タンパク、そして大豆オリゴ糖やコレステロール値も下げますよということで、このようなダイエット効果をねギュッとおにぎりに詰めていきたいと思います。はい、そして味付けに使うのは今回もちろん私はですね、人工甘味料とかですね、化学調味料などのうまみ成分なんかは使わずに自然の天然の鰹節を使っていきたいと思います。やっぱりね私たち日本人はもうやっぱおにぎりですよね。もう美味しいです、大好きです。ですが白米のおにぎりは太ってしまいますので、またよくね市販に売られているものは添加物もたっぷりすぎて私なかなか買えないんですよね。じゃあ自分で作りましょうということで、今回鰹節を使って作ってみました。鰹節ってねすごいんですよ。もうたったの1パック鰹節なんですけれども、脂肪燃焼効果が高いです。でまた食欲を抑えてくれるヒスチジンっていうね成分も入ってるんですよね。でしかももっとすごいので必須アミノ酸と呼ばれる全9種類が一気に取れるっていう、これはですね一度で9回美味しいじゃないですけれども、まあ、一度に取れてしまうわけですよね。これもすごいなって思います。でまた低脂質の良質なタンパク質が取れるので、これは何がいいかっていうとですね、ただのタンパク質じゃないんですよ。吸収率が高い良質なタンパク質がこの鰹節で取れてしまうということなんですよね。で痩せるためにはまず腸内環境を整えること、イコール痩せ体質になることも大事、プラスその腸を作ってる、要はこう体を作ってる元ですよね。タンパク質が不足したら絶対痩せることってできないんですよね。で特に女性たち、私たちはですねタンパク質不足って言われています。なかなかね取れてないっていう方が多い。お野菜とかねそういったの取れる方多くても、逆にタンパク質不足で太ってしまっている方も多いので、ここですね落とし穴なんですよね。なのでこのオートミールのおにぎりにはしっかりとタンパク質もですねギュッギュッと入れるように作ってみました。はい、そして最後のメインとなる材料はこちら梅干しです。いかがですか？もう梅干しのおにぎりとか最高じゃないですか。もう本当私も大好きなんですけれども、梅干しにも実は脂肪燃焼効果があったり、代謝を上げてくれたり、そしてポイントはこのクエン酸効果なんですよね。酸っぱい食べ物ってですねクエン酸なんですよね。でそのクエン酸を取ることで太りやすい体質から痩せる体質にこうグッとですねシフトできるんです。どういうことかというと、大なり小なりお食事をとってしまうと体内がですね酸性に傾いてしまうんですよね。でその酸性に傾きやすい食品っていうのはお肉だったりね、甘いものだったり、要はこう太りやすいものなんですけれども、そういったその酸性化するようなものを、食べ続けることで体が酸性になる。そうすると機能がですねうまく働かないんですよね。特に内臓の、臓器の機能だったり、要は体の機能がうまく働かない、要するにパフォーマンスが落ちてるわけです。そうすると行き着く先は太ったりとか、病気になってしまうわけですよね。そこでこういった酸っぱい食べ物です、梅干しだったりリンゴ酢であったりですね、酢の物とかそういった酸っぱいものをレモンとかね取ることで、体内がですねもともといい状態、弱アルカリ性へとね戻りやすくなるんですよね。そうすると内臓がねやった弱アルカリ性ということでどんどん働いてくれるわけです。働きやすい環境ってなってくれれば、そのパフォーマンスが上がるイコール痩せ体質になれるということになるんですよね。そういった意味でもこういった酸っぱいものを日頃から毎食のお食事に入れるっていうのもすっごくね大切なことになるんですよ。はい、そして最後にですねこの痩せるおにぎりを作るレシピをご紹介する前に、その材料として下準備があります。それが何かと言いますと、オートミールのご飯化ということで、このねオートミールのご飯化については別動画で細かくお伝えしているんですけれども、そんなに難しいものではないので、詳しくね効能とかダイエット効果が知りたいという方はねオートミールのご飯化ということでご覧いただいてもいいんですけれども、必要ない方はもうこの今からお伝えする作り方も十分大丈夫だと思いますので聞いてくださいね。オートミールご飯化です。材料1人分になります。で必要な材料はオールドオーツとクイックオーツをそれぞれ 15g ずつ、そして天然水を 50ml 準備していただくだけでできます。でこのロールドオーツとクイックオーツってね別に同じなんです。同じオーツ麦なんですけれども、何が違うかっていうと細かさ、粒子ですよね。ロールドオーツはその麦そのものをゴロッと結構使っていて、歯ごたえがあって、食べ応えがあるものになります。そしてこちらがクイックオーツです。でクイックオーツっていうのはちょっと砕いてますから粒子が細かいんですよね。これを半々使うことでご飯のような食感で美味しく食べれますよっていうのがこのオートミールご飯化というレシピになります。作り方です。もう簡単にできますから安心してくださいね。1つ目です。平らな耐熱容器に先ほどのロールドオーツとクイックオーツをそれぞれ 15g ずつ入れてよく混ぜてくださいね。そして2つ目です。その入れた器にですね先ほどのお水天然水を 50ml 入れてよくなじませていただきます。そして3つ目、電子レンジで 500W 約1分加熱していただいて取り出しましたら、その熱々のうちにわーっとですねよくかき混ぜていただきますとオートミールのご飯化の出来上がりということになります。では3つ目の項目です。どのようにその痩せるおにぎり作ればいいのということで、この項目では材料と作り方と実演をお伝えしていきたいと思います。ぜひ楽しみにご覧くださいね。まず痩せるおにぎりということで、今回もちろん腸活の材料を使った腸活ベースの痩せるおにぎりなんですけれども、ミニサイズでだいたい2個分できます。そして材料は先ほどお伝えしましたご飯化したオートミールを1人分ですよね。ご準備いただいて、あとお豆腐を 40g、 私は木綿豆腐を使っています。であと鰹節が1パック、あとはごま油と醤油は適宜ということで、お好みの量で結構です。そして梅干しが2個、おにぎりが2個分ですから2個と、お塩が適量ですよね。そして海苔を2枚ご準備してください。では作り方です。1つ目です。ご飯化したオートミールのご飯にお豆腐と鰹節と、ごま油、お醤油は、適量ですよねをよく入れて、よく混ぜしてください。そして2つ目、ラップにですね、先ほどのこの1番を入れまして、中に梅干しを入れて握ります。3つ目、あとはお好みでお塩と、海苔をトッピングしていただくと、もう簡単に痩せるオートミールのおにぎり出来上がりってことになります。でこちらはですね、実はお豆腐を入れたことで、その作ったおにぎりがね、硬くなりすぎないですよね。なのでいっぱい作っておいて冷蔵庫にストックしていただくのもグーなんですよ。ちょっとね欲しいっていう時にパッと食べれたら、もうほんと楽ですよね。もう私、簡単で早くて美味しいレシピが大好きなんですよね。時間がかかるのは苦手です。なので私はこのチャンネルを通じてですね、もうとにかく早くて簡単で美味しくて、そしてね便利、保存が利く、そういったねレシピを他にも多くお伝えしておりますから、ぜひ他の動画もご参考にされてみてくださいね。ではここから私が実際に作っているこの痩せるおにぎりの実演の動画ご覧ください。どうぞ。さんいかがだったでしょうか。今回はオートミールを使った痩せるおにぎりということで、もう私たち日本人にも大好きなねおにぎりを食べたい、だけど白米太っちゃうっていう方にもうこのオートミールのおにぎりもぜひぜひですね、もう今すぐ作っていただいて健康的で綺麗に痩せていただくダイエットのねお役立ていただければもうとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。